お兄ちゃん、朝だよ。おはよう。おはようしたくないの？おはようじゃなかったらお休みしかないよ。お兄ちゃんがその気なら私もお休みしちゃうからね。おい、ハルト、いつまで寝て。うわあ！ハルト、ヒナ、お前たち。仲がいいのもほどほどにな。ハルト、ひなちゃん、おは。今日も二人仲良さそうで何よりだね。聞いたよ、ハルト。また世界の平和を守ったんだって？いやいや、それだけ熱い思いを持ってれば十分だって。他の誰かに聞いてごらんよ。みんなポカンとした顔で君を見るだろうね。間違いないね。何も一般市民に限らなくてもいいよ。
本来その使命感を持つべき政治家ですら君ほどじゃない。アウトキャストを捕まえることなんかよりもっと可及的に解決すべき問題は世界に山積している。戦争とか飢餓とかね。それらに対処できるはずの権限を与えられたリーダーたちはたくさんいて、メッセージとしての正義は発信し続けるけど、それで問題は解決したかい？ちっとも変わらないじゃないか。そりゃそうだ。残念ながら僕らはただの学生だからね。でも同じ無力な行為だとしても、君のように行動を起こして小さな影響でも世界に対して与え続ける方がはるかに意味があると僕は思うね。行動を起こし続けていけば、いつかこっちの本気度が伝わるかもしれない。神様に。もう暁さん、お兄ちゃんをその気にしちゃダメだよ。また二人ともお父さんに怒られるよ。おじさんはガチで怖いからな。息子の友達にだって容赦ない。それは違うよ。全然違う。僕と君とじゃ本質が違うんだ。君は人に分けちゃうくらい正義感を持て余しているからね。その受け皿がたまたま僕ってだけなんだ。そうでなきゃ僕は進んで面倒ごとに首を突っ込んだりしないと断言できる。事実なんだからしょうがないさ。それに悪いとは一言も僕は言ってないよ。ただ少しばかり迷惑ってだけさ。黙れ。自警団を囲ってる教会のシスターで間違いないな。話してください。無茶しちゃダメだよ。弱きを助け強きをくじく、ハルトラマンが世界に訴えかける。どうしてさ、君にぴったりのいい名前だと思うけどね。世界を救うのはいつだって政治家じゃない。神様も知らんぷり。
だったらもう残りは一つ。それはヒーローだ。人様の問題に首を突っ込むなよ。死ぬか。やれやれ、君も馬鹿正直に待ち構えないでよければいいのに。下手したら死ぬよ。はいはい、どうせ僕にできるのはヒーローの引き立て役になることくらいだよ。二人ともガラス。諦めた方がいいよ。こうと決めたらね、もう周りが何を言っても聞かないんだ。それにおじさんももう少し冷静になった方が身のためだよ。僕らがどこの学生かわからないわけじゃないでしょ。そういうこと。魔法を盾に脅すのは気が引けるけど、おじさんの土俵に僕らが上がっちゃったらどうなるかわかるでしょ。キャスターなんて恵まれた立場のやつに俺の気持ちはわからないだろうな。安楽街のクズもお前らキャスターもどっちもどっちだろ。結局力を持った者がのさばるんだ。魔法使いじゃなければハルトの正義感は存在しえなかったのか。いいや、断じて違うね。その程度だったら苦労はしてないんだよ。僕らのハルトラマンをなめるなよ。
ありがとうございます。あなたの方こそお怪我はありませんか？お兄ちゃん、早くしないと遅刻しちゃうよ。引き止めてごめんなさい。私は教会でシスターを務めている高崎フィオナ・アンナベルと申します。迷い、傷ついた時、いいえ、気が向いた時、いつでも足を運んでください。時間には勝てない。ハルドラマン唯一の弱点だね。まったく、君といるといつもこうだ。ハルト、急がないと本気でやばいよ。でも無理しないでね。ひなちゃん、行こう。ハルトの犠牲を無駄にしちゃいけない。悲しいけど、僕らにはもうどうすることもできないんだ。お兄